遅いやもん。やっぱさ、すぐ誘わんと。あ、ルリさんから来たんすね。あ、松さん、あ、そうなんすか。そうなんすよ。私実はやってるんす。ありがとうございます。来ていただいて。そうなんすか。じゃあ今日ルリさんと会ってたからっすね。やっぱ新年の朝はこうじゃなくっちゃね。いえいえ、実は別、隠してたとかじゃないんですけどね。ちょっとお恥ずかしくてですね。ちょっと待ってくださいね。多分、松さんってあれですよね。お会いした松さんですよね。会ってますよね。間違ったらすいません。やっぱ新年の朝はこうじゃなくっちゃね。何？さーて、出かける準備しなきゃ。思いっきしおめかししちゃおう。さっき、いやー。これさ、ちょっと萌えちゃん、萌えちゃん。社員ネイルって何？社員、女性陣。あ、そうっすね。社員ネイルって何？あれっすね。オッケーっす、オッケーっす。社員ネイルわかる方。社員ネイルがわかる方は教えてください。さっきコロンつけたから、ちょっと社員ネイルって何なのかな？ネイルをつけるってこと？オッハーの松。ああ、わかりました。ありがとうございます。社員ネイルか。知らないよね。俺も知らんね。あ、ネイルね。この、さっき匂いつけたから、銀太は多分ね、匂いをつけても、褒めきらんのよ、銀太は。だからやっぱネイルぐらいだったら、褒めれるだろう。銀太レベルなら。銀太レベルが可愛いネイルねって言ってくれるでしょ。そう。多分銀太はね、テレアだからね、素敵なコロンつけてるねって言えないわ。言わしてやろう。言わしてやりますわ。ちょっとあいつまさか遅刻とかしてねえだろうな。明けましておめでとう。爽やかだな。どうしたよ。やっぱ怒ってる。何に。当たり前だよ。元旦の朝か。マジか、お前。お前何してんの。せっかくのチャンスを、なんでお前生かせないんだ。もう、お前チャンス、社会人になっても成功しないタイプだ、お前。絶対に成功しないタイプ。なんだ、なんだこの男は1時間遅れてきて余裕の顔。わわわわ。こんにちは。月刊 AB の記者ですけど、どうしたよ。ベストカップルのコーナーでお二人の写真使わせてもらえませんか。どうする銀太。別にいいけど。喧嘩が9だな。ありがとうございます。もうまた揉めるぞ、これは。あ、爪ね。オッケーです。ありがとう。2キロはすごい。断食の効果2キロ、あ、2キロ体重減ってんの。バンダイからシャインネイルとなで発売されているネイルケアセット。やっぱそうなんですね。アニメのコラボ系。あ、そういうことっすね。オッケー。1時間遅刻はやばいよね。ありがとうございます、キングさん。ベストカップルだってさ、そんな風に見えんのかな、俺たち。お前が1時間遅れてこなかったら、すんなり言えたけどな。表情を選んでね。むずいなー。あー。もう全部メンヘラですわ。見てください、これメンヘラです、メンヘラ。これとこれは同じ顔ですな。ほぼ一緒やな。ちょっとどうかな。微笑むって怖いよね。微笑むか。このね、私の微笑んでる顔を、銀太がなんて、どうね、どう察知するか、女心分かってるかどうかを試すには微笑むが一番いいですね。この表情から、私が今日何を思ってるかって普通汲み取れないでしょ。微笑みます。そうか。バンダイです、バンダイ。遅いんだよ、言うのが。怒ってないけど、遅いんだって言ってすぐ言えよ。この女、とさっきそう考えてない、考えてない。ちょ、食べないと体調悪くなっちゃう。そうそうそう。女に待たせちゃダメだよね、ごちさん。蓄えがたくさんあります。なるほどね。俺も結構脂肪ばっかだから痩せないとな、ほんと。私待たされてもきちんと会えなら全然待てる。マジか、萌えちゃん。で、その写真他の男に見られる。そう、見られるボールがある。絶対揉める。萌えちゃん優しすぎるね。顔洗ってた。
その間デートできてるよ。そう、デートできてるけど、こいつね、1時間遅れてきましたわ。チャンス生かせないタイプ。絶対に成功しないタイプ。きちんと、あ、まあ一応、まあね、最低限はね、最低限はできたけどな。ほんとか？じゃあ行こうぜ、初詣。よう言えんな、お前もほんま。もう、調子いいんだから。まあ、ちょっと可愛いな、確かに。銀太可愛いな。あー！やっぱ銀太ネイルでも気づかないか。ネイル？銀太の鈍感。銀太の鈍感ってあだ名つけられてるよ。あー、ちょっと水分取りながら行くんですいませんね。せめて10分だね。あ、ニーハオでいいんですかね。ニーハオで。中国の方ですかね。ありがとうございます。来ていただいて。この頃は携帯ないね。やっぱ3番目かな。ちっちゃいつってどうすんの？やっぱ。やっぱ3番目だわー、こいつ完璧です。はい、完璧です。完璧な写真が撮れました。はい、完璧です。完璧な写真です。こんないい写真、ほら、やっぱ3番目だわーこいつもうほんと、もう表情が出てるわ。ゆうりさん、あ、ゆうりさんです。ゆうりさんですね。ネイルに気づく、ゆうりさんありがとうございます。来ていただいて。ネイルに気づかないのは切ない。そうね。すいません、ありがとう。メンヘラしか選択しない。ネイルは気づかないとはね。私ちょっと、読めなくてごめんなさい。あ、いずるさんわかる？ごめん、いずるさん。いずるさんしていただければありがたいっすわ。ちょっともう、僕コメント打てないんで、完全に。ポケベル懐かしいっすね。いやいや、でしょうよ。銀太多分僕の、私のためにベストを出してくれたけど、ちょっと銀太もね、ちょっと、マックスであれでしょう。やっぱ3番目かな？やっぱゆうくん、銀太とデートハートですわ。ちょっとそろそろゆうとデートするか。ねえねえ聞いて、あたしすっごい初夢見ちゃった。うん、どんな？あのね、バレンタインデーの夢だ。大好きな男の人にチョコを渡すととっても喜んでくれた。その後一日楽しくデートするっていう夢。いい夢じゃん。俺もそんな夢みたい。ほんで、夢の中で告白した相手は誰だった？マジか、ちょっとむずいな。ゆうくんだけどね、一応。銀太はねー、銀太はね、伸びしろはあるんだよね。伸びしろがあるんすよ。あと2ヶ月、1ヶ月で。1ヶ月で伸びしろがあるな。ゆうくんとケイクはもう完成されてるんで、伸びしろがないんですよ。こっから先は。絶対。銀太は伸びしろがあるんで、ちょっと可能性あるな。可能性あるな、銀太は。銀太若干可能性があります。ケイくんもあるな。ユウはもう分かりきってるから、ケイくんはもうちょっと知りたいな。ケイくん。ケイくんはもっと知りたい、僕は。バレンタイン来た。まだまだ先の話ですけどね。ちなみに、いずるさ、このユウリさんってなんて言ってんですか？お飛躍してもらえんのかな？いずるさんに。全然、会話ができなくて申し訳なくて。
せっかく来ていただいてるのに。かっこいい。やっぱケイ君いいな。ねえケイ君、初めて見た。どうしたよ急に。あ、見たけど。どんな、どんな、いや、こいつやっぱおかしくない？なんか、聞くかね。バレンタインデーに女の子がチョコもらう夢。嘘。私の夢とそっくり。そっくりじゃなくて一緒やん。あんたどんなの見たんだ？私も。内緒。教えるとか言わないって言うもん。教えると叶わないって言うもん。可愛くないぞ。じゃ、ケチ。ケイ君可愛いな。びっくりした。もしかして、私とケイ君気持ちが通じ合ってるのか？マジか、この女。感情が忙しいの、日に日に。こんな女心ってコロコロ変わるんですか？この女本当無理だ。思いつきで動いてそう、この子。そうね。行き当たりばったり感がひどいね。ちょっと、ケイ君とデートしたいんで。ケイ君とデートします。ケイ君。もう銀太は分かったから。銀太とユウ君は分かったんで。電話。電話してほしいな。オッケー。電話来るでしょ。もう寝る。もう寝ようと、おやすみなさい。やばいです。どんだけ、ほんと、どんだけですよ。こっちさん。この女ほんとに、めっちゃ萌えちゃん嫌ってる。銀太とラブホイ。そう、そうだね。銀太だけ行ってないね。そうだ、銀太とも行ってやらんと。銀太とも行ってやらんとね。ねえねえ、夜中空いてない？来るかな？どうだろうね。ねえねえ、ゆうお腹空いてない？空いてるけど。なんか作ってあげんの？よし、ちょっと待っててね。今、お雑煮作るから、やっぱお正月はお雑煮だよね。二人はですね、同じ部屋に住んでるんですよ、確か。絶対ゆうが有利ですわ。今年こそ料理うまくなるって決めたんだ。いいね。いい心がけだ。中学生のうちに料理うまくなる。確か中学生だったはずなんですよ、ここは。高校生じゃなかったはずです、ママレードボーイは。メンヘラな上に料理もできないのか、こいつは。できた。我ながら上出来。写真が撮れるけどどうする？フィルムあと9枚。どうなんだろう。いらんだろ、こんな。なんでゾウに食べた写真撮らないといけんね。うん、まあまあかな。まあ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 。まあまあだったら悪くないな。その言い方ひどい。その言い方ひどい。こういうのは絶対作ってあげない。そんな風になるの？いいよ、自分で作った方がうまいもん。まあ間違いないな。悔しい。絶対うまくない。女心を使うのうまいな、このユウって子は。メンヘラの扱い方うまいわね。え、カオさん、そうっすよね。銀太だけラブホ行ってないのかわいそうだよね。まずみんな行ってあげんと。中学生でバイトか。中学生でバイトってできないよね、そういや。中学生だったはずなんですよ。まあまあでもよくない。そうそうそう。いいよね。みんなとてもハンサムですね。あ、そうなんだ。ありがとう。ありがとう、ありがとう、リズルさん。あれ、みんなわかるの？中国語。ゆうに食べさせたら、まあまあだって、あったまきちゃう。みんなわかるんですか、中国語。俺全然わからない。シェイシェイ、ニーハオ。あ、高一なんすか。ありがとうございます、ママさん。すいません、高一でした。中3の話だと思ってましたわ。もう銀太はいいんで。銀太は泳がしてる間に成長してくれないと。成長して私を誘ってね。これで思う人とあまり会えなくなる。せめて電話であなたの声を聞かせてあげて。シール8本やけどね。
やっぱ高1なのかな、うん、中国語わかんないですよね。あ、高1なんですね。ありがとうございます。銀太とデート、銀太とデメイクからボイスメモ、ボイスメモ。そんなに怒らないで、きっと松浦くんは照れてんだよ。そうね、感情表現が下手なんだよ。そんな、あ、だってあなたメンヘラじゃない？メンヘラとメンヘラってやっぱ合わないんだよ。男の子の資料横に7枚並べてカレンダーに貼ってみて、ほう。そうしたらその男の子と会える。やった、来た来た来た。おし、ケイ君と遊ぼう。いいね、いい手帳ができてますよ。こら、いい手帳だわ。いや、手帳でおまじないでしょ、どう考えても。出会い、出会いのおまじない。男の子シールというか一種類よね。横7枚に並べる。誰と会いたい？ケイ君。7枚ケイ君を貼れってこと？なんだこの手帳。もう、アホ！アホ！間違えた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 ！しまった！銀太貼った！あかん！銀太あかん！銀太ごめん！手帳の上でも振られた。手帳の上で振られちゃったけど、ごめんね、銀太。ごめんよ、銀太。手帳の上でも振られてるけど、ごめん。銀太貼ったシール剥がすとか。君は3番手だ。ごめん。もっと頑張って、私に。私の一番になれるんだったらもっと頑張って。もっと頑張って私を誘って。1時間待て、お前は。デートの時に、逆に今度は。1時間私を待ちなさい。次デートするとき。また間違えた。じゃあもう銀太邪魔だな。シールでも邪魔だぞ。完璧です。皆さん完璧です。あ、わかんないっすよね、フォーム。シェイシェイとニーハオと、数変えられるのと、曜日、あ、曜日も言えるんだ。高一ならこんな思考。ああ、そうっすね。高一ならしゃあないかっすね。私も高一だけど、この女みたいな思考にはなりたくない。そうっすね。これ昭和のゲームだから、ごめん、萌えちゃん。調べてきた、ここ、あ、調べてくれたんすか、ママさん。ありがとう。萌えさん、反面教師って、そう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 。銀太が邪魔すか。いや、めっちゃシールでも邪魔してくんすよ。いいじゃん、そこのコンビニで済ますからさ。あ、済むからさ、しょうがないな。もうやっぱ可愛い女の子が好きです。可愛い男の子っていいですね。このゲームして思いますけど、男らしい男も好きだけど、男らしい男がなんか自分の前で可愛いのが可愛くされる、ちょっと好きになるな。お、チャンス、ナイス。ケイ君ごめんね、バイトサボって。な、何やってんのこんなとこ。ピアノのレッスン。マジか。来た。ピアノもしてるのか。ピアニストか。あ、コンビニ。そうね。ピアノのレッスン行ってる人に対してコンビニはちょっとダサすぎるよね。そっか。優しい。ちょっとケイ君ですわ。ケイ君ですわ。ケイ君と銀太にはもう、ものすごい差があります。ものすごい差があります。はい、3歳児と20歳ぐらい差がありますわ。もうめっちゃ差がある。あ、刻むと。ありがとう、萌えちゃん。ちょっとあ、オッケーです。ありがとうございます。レイさん、ありがとう。銀太シール、剥がさないと、だって、ケイクと会えないもん。剥がすでしょ。まだ上がった分やりますよ。まだやってるんで、クリアするまでやめないですから。お出かけ。なかなかデートができないですね、このゲームは。もどかしいですわ。バイトか。ミキさん、誰？あ、すずちゃん。あ、すずちゃんおったね。広瀬さん。あ、土屋さんだ、ラッキー、また会えちゃった。マジか、もうファンがついとんのか。やばい、勝てないぞ。
ケイ君と写真が撮れるけど、どうする？ケイ君とは写真撮っときたいな。ケイ君と写真撮っとくか。いい笑顔してるね。やっぱ二人ってお似合いのカップルですね。そうなんですよ。お似合いなんです、私たち。あなたが引き出せない笑顔を。私、引き出しちゃってるの。俺、AB か。AB か。ちょっとな、どうだろう、AB は。ミキさんが何型か次第だな。私、メンヘラ型です。私の血液型は100メートル自由型です。って言わないかな。あれ、違うんですか？違うよ。ただバイト、いやいや、照れんなよ。おい、仕事中だろ？かっこいいな、ケイ君。あ、ごめんなさい、邪魔しちゃったみたい。また来ます。混んでええわ。あ、いずれさん、あれっすよね。多分なんかサイトかなんか使ってんすよね。ありがとうございます。ちょっと連絡していただいて。レイさん行ってらっしゃい。こんばんみ。あ、ありがとう、ルリさん。お帰りなさい。どうでした、バーベキュー。お帰りなさいです。楽しかったと思いますよ。すごく。行きたかったんすけどね。やっぱ無理でした。僕、明日結婚式だったんで。やっぱちょっと無理でしたわ、さすがに。うん。明日結婚式で、琵琶湖めっちゃ行きたかったんだけどな、ほんと。バイトが同じだけっての気に入らなかったのかな。そう。で、コメント打たないといけないんだよね。もう決めてます。おお、すごいな。漢字もあんのか。まあいいや。狙い撃つぜ。完璧です。狙い撃つぜ。お前を狙い撃つぜ。あと。これで OK。狙い撃つぜ、ケイ君を。あ、最高でした。いいっすね。たくさん いらっしゃったんですかね。いいな、琵琶湖バーベキュー。2回目っすもんね、確か、されてたのが。いいな、行きたかったっすわ。もう寝よーっと。寝ますわ。やばいな。万丈さん今ですよ。ケイ君なんてすぐ怒る。マネさん今2時間過ぎたんすけど、あと2時間で終わりますか、このゲーム、ちなみに。2時間で2週間ぐらいしか進んでないんですけど、大丈夫ですかね。ちょっと不安になってきました。ふう、始業式長かったね。ね、ミキ、スキーウェアって持ってた？どうした？あ、ないない、今度一緒に買いに行こうよ。レンタルでいいですよ。何お前らスキー行くの？なんかもう、巣を知らなかったのか？今年スキー合宿あるんだぜ。スオーくんか。銀太じゃなくてスオーって呼べばいいのにね。いいな、私あんまり上手くないからな。そうなん、じゃあ俺教えてやるよ。おー、チャンスをあげようかな。チャンスあげてもいいな、銀太に。なんて答えようかな。銀太にチャンスをもう一回あげようか。ほんと教え、そうだな、どうしようかな。またメンヘラや。絶対これメンヘラ。メンヘラはこう言うんだよな。どうしようかな。どうせまた他のが出てきますよね。一応銀太基準で言って、どうせ最後3択になるから。とりあえず銀太に教えて教えてって言ったら、多分他の男も誘ってくれるから、もうそれで選ぶか。ケイ君なんてすぐ怒る。そうそう。萌ちゃんそう。なんか結構マジか。そうなのよ。わかんないの。いや、アップルストア見てたらクロノテリガーがあったんだ。あ、そうなんですか、リク君。あれで携帯でもできるよ。ちなみにやったら神さん。あ、そうなのか。オッケーです。あ、よくわかるな。そんなの怖いよ。大丈夫だよ。俺もそうやってうまくなったんだからさ。お前の場合は特別だろ。どういう意味だよ。ユウは教えてくれないの？なんで話をややこしく。やだね。
ねえねえ、まさらくん、血液型って何？なんでこいつ血液型を聞くの？俺 B。B か。なるほどな。あ、当たってる。B は天の弱って言うから。すぐね、血液型で決めるからね、こういう子は。任せとけ。いや、お前の任せとけよはちょっと頼りないな。頼りないわ。なんかこいつ口だけパターンですわ。おかしくない？このゲーム。このゲームおかしくない？まあ、青春ですけどね。あ、ありがとう、原田くん。おやすみね。またアーカイブで残すから見てね。ぜひぜひぜひ。まだ時間かかりそうなんで、スキーか。楽しみだけど、ちょっと怖いな。まだちょっと時間かかりそうなんですよね、クリアすんのに。まだ1月だから、多分2月24日クリアでしょう。あと1ヶ月以上あるぞ。あっという間に増やし終わっちゃったね。そう、終わったらなんぼしてない。気になる男の子に近づけた？もしそうなら、12日からスキー合宿ね、すっごくドキドキすることがいっぱいあるかもよ。年齢が違うから、多分、ケイ君は来れないんだよね。だから2択か。そうね、男の子は、もしかしたら告白するチャンス。おし、告白したろうかね。そうっすね、ゴチさん。すぐね、血液型聞いて、あなたそういうタイプねっていうのを決める子です、この子は。寝よ、寝ます。銀太って優しい。ケイ君のシールの上に銀太って優しいって貼ってるからね。どうしようかな。ちょっと待ってね。どうしようかなってもやることがないのよ。占ってもさ、銀太尽くし。そうね。銀太の成長を見てみたいのよ。金魚さん。スポーツを重視してあなたに近寄ってくる男の子がいます。その中の一人とあなたは付き合う。マジか！じゃあもう二択やん。だってケイ君これないから。銀太かユウ君か。銀太の可能性をかけてみたいけどね。あいつ次第だわ。伸びしろがありそうな気がするんですよ、銀太は。ユウ君はもう完成されてて、もうこれ以上ないじゃないですか。あれ以上良くなることは。銀太は可能性があるんですよね。まあ、まだ焦る必要。まだ慌てるような時間じゃない。ミキ。まだ慌てるような時間。珍しいね、お昼あんなに残して。どうした？動いたぞ、急にこのゲーム。あんまりお腹空いてないんだ。スキー合宿のこと考えてたんでしょ。マジか。恋愛で生きてるな、この女は。なんで分かっちゃうの？分かるよ、だって。ミキ、朝からぽーっとして顔してたんだもん。あのね、合宿って言ってもみんなスキー旅行に行くようなもんじゃない？ゆうや金太と一緒に2泊3日の旅行に行くって思ったらなんかさ、そう。楽しみだね、ミッキー。服をちゃんと選ばないと、可愛い服を。だって、合宿の夜ってお男子と女子が部屋行き合いっこするじゃない。松浦君が金太どっちか二人きりになろうって誘えるかもよ。大胆すぎますなぁ。いいっすね。何考えてんねんって面白いっすわ、ルイさん。もうメイクやめてよ。楽しそうだな。何話してんだよ。スキー合宿のことか。もう常に二択なんですよ、この人。このゲーム。絶対一択でいけないんですよ。絶対二択で迷わしてきます、ここは。うん。今度一緒に買いに行くことになったんだ。おごって。おごって。おごってくれる方と、合宿遊ぶよ。あ、チャイム、行こう、メイク。スキーウェア買ってくれる方と私、合宿中一緒にいるよ。一緒の部屋、部屋誘っちゃうよ。スキーウェアとスキーアイテム一式買ってくれた方と遊ぶよ。びっくりした、二人一緒に来ちゃうんだもん。合宿の夜か。こんなことを想像するんですかね、女性はやはり。
男はあんま意識しない気がしますけどね。あわよくば感ぐらいですからね、男の場合は。やることがないのよね。予売か。予売されてもいいように、やっぱ可愛い下着履いていか持っていかないといけないね。2泊3日だから、最低2枚は可愛い下着持っていかないといけないから、予売された時でもちょっとこう浴場が冷めないような可愛い下着履いとかないと。で、この子が万が一胸が小さかったらパッドもしっかり入れてですね。とか寝るしかやることないんだけど、このゲーム。あ、青春になりましたか。青春になりましたか。青春になっております。伊豆さん、青春になっております。私、はい、今青春真っ只中です。パッドせ、そう、パッ、この子パッド入れて、パッド3枚ぐらい入れて、それで勝負下着で可愛いの入れとかないといけないですね。じゃないと銀太かね、スオー君かね、ユウ君はとは付き合えないですね。なんだお前そんなダサいのつけてんのかよとか、なんだお前そんなダサいの履いてんのかよって言われるから、それは避けないと。すごいメイコ、どんな話どんな話。17歳の女の子の恋愛物語のミキがモデルなんで、メンヘラじゃん主人公。いやー、なんか恥ずかしいなっていうか、メンヘラですわ。話としては面白いけどな、共感できることがない。読んだら感想聞かせてね。うん。どうしようかな。そっか、やることがないのよ。本当に。シール貼るってこと？やることがないのよね。だってもう、やれること全部やってますから。あ、星か。わかった。星川くんだ。星川くんです。星がない。合宿にケイ君が来るわけじゃないけど、銀太にチャンスをやるか。銀太にチャンスあげますわ。もう一回銀太にチャンスあげよう。銀太のためにね、おしゃれするのはめんどくさいけどね、銀太のためにおしゃれするのはめんどくさいけど、ついに銀太がケイ君のシールを剥がして、ついに銀太を貼る時が来ましたよ。昇格です。昇格しました。これで寝る。超ディスってたら悪いそうっすね、メイクありがとう。そう、こっからですよ、こっから。